ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。ヨドバシ教会の荒川です。今日は11月の19日火曜日です。今日の聖書のお言葉は第一コリント12章22節から31節までとなっております。そして今日のリビングライフの題はすべての機関のために与えられる聖霊の賜物と掲げてあります。それではしばらくの時間ご一緒に聖書の言葉を思い巡らしてみましょう。コリント人への手紙第1、12章22節から31節。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして、神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。皆さんは演劇をすることはお好きですか。教会でも時折劇を皆さんが演じることがあります。来月12月になりますと、ほとんどどこの教会でもイエス様のお誕生の場面を知っていただくための降誕劇が演じられるんですけれども、私は子どもたちがよくこういうことを言うのを聞きます。羊飼いは嫌だな、家畜になるのも嫌だよ、僕はヨセフか天使になりたいな。女の子ですと、もちろん私の第一希望は天使になること、綺麗な星をつけて素敵な羽を広げて、そして明るい歌を歌いながら皆さんの前で演じるんだからと言います。そうですよね。人目につくということは多くの人たちが求めやすいものです。教会を例えて
からだとパウロは教えております。イエス・キリストを頭として、私たち一人一人はその一つ一つの部分を成しているというんですね。でもその部分というのは、人目につきやすい部分もあれば、人目に全然触れない部分もありますし、見栄えの良い部分もあれば、見栄えのしない部分もあります。お言葉を読んでみましょう。24節、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。劣ったように見えるところ、すごい役に立って尊ばれるように見えるところ、いろいろあります。しかし神様はことさらに劣ったところを尊んでくださるというんですね。例えば足の裏なんてどうでしょうか。私は時々思うんです。足の裏って人目に全然つきませんし、いつも地面に向いてるか、あるいは寝る時だってその目には届かないですよね。でも足の裏がないと人はちゃんと立つことはできませんし、歩くこともできません。ですから見栄えのしない、何にも役に立てないように思えるようなところこそ尊い役割をするんですね。なぜでしょうか。25節にその理由があります。それは、体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。互いにいたわり合う、素敵なことですね。私たちは一人で自分の分を果たしていても、それで体を成り立たせるわけではありません。お互いによく助け合いながら、そしていたわり合うということが必要なのです。ではいたわり合うということは具体的にはどういうことなんでしょうか。26節にそのことが書いてあります。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。分裂がなくいたわり合う教会というのは、共に苦しみ、共に喜び合う、それがいたわり合っている姿なのだとパウロは教えているんですね。ここを読みましたときに思い出したことがあります。それは知的障害を持つ子どもたちの運動会があったときなんですね。正常なと言いますか、健常な子どもたちはそれこそ100メートル走とかリレーとか、もう懸命に力の限りを尽くして走ります。少し知的に障害のある子どもたちにとってもスポーツは大好きですから、ある時の運動会で8人の子どもたちがスタートラインに立ったんですね。そして先生が、よーいドンとピストルを鳴らした瞬間です。ある子たちはさーっと走り出しましたけれども、一人の子が大きな声で泣き出したんですね。そのピストルの音にびっくりして、もう怖くなって足が前に出ない、出ないどころかその恐怖に耐えられなくて泣き出したんです。どうしたでしょうか。先を行ってた子供たちが一人止まって振り向きました。そして泣いてる子の方に向かって歩き出していったんです。そうしたら先頭を切っていた子供もしばらくして立ち止まりました。そして振り返ったのです。あ、泣いてる子がいる、そしてもう走れない、その先頭を行ってた子も元に戻り出しました。そしてどなたでしょうか。7人の子供たちが全員スタートラインまで戻ってきて、泣いてる子の手をつなぎ、大丈夫だよ、さあ一緒に行こうと言って動き出したのです。これを見ていた
運動会に来ていた父兄の方たちは大きな拍手を送りました。美しい姿ですね。いたわり合う、誰かが泣けば共に泣く、誰かが喜べばそれを共に喜ぶ、そういう愛の共同体、それが教会なのです。そしてあなたはかけがえのない教会のその部分なのです。それを感謝して進ませていただきましょう。すべての機関のために与えられる聖霊の賜物、あなたも私も賜物が与えられているということは感謝ですね。その賜物を用いてやっていくことを務めというふうにパウロは教えております。いろいろな務めが教会にはあります。ある人は御言葉を語る務め、ある人はおもてなしをする務め、ある人はまたそっと見えないところでお掃除をする務め、ある人は献金をし、できるだけの経済的なサポートをする人たち、助ける者、治める者といろいろ務めがあります。でも大事なことは、その務めは神様が与えてくださる、神様が決めてくださる務めなのです。ですから、務めには素晴らしいとか素晴らしくないとかいう務めはありません。どの務めも賜物を十分用いていけるように神様が望んでいらっしゃる務めです。さあ、あなたはどんな務めを今日果たしていかれますか？楽しみにして、そして精一杯賜物を生かして務めに励んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、見栄えの良いところも、見栄えの悪いところも、あなたの目には少しの差別もありません。そしてどの部分もお互いが助け合い、そして補い合い、支え合っていくようにあなたは望んでおられます。どうぞ今日与えられたこの一日、与えられている賜物を大事にしながら、自分はどこかの部分を担わせていただいているということを感謝し、賜物を十分生かして務めに励んでいくことができるように、神様お一人お一人を祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。